ぞみのミュージック、今日はですねガチで楽しめるアイドルの楽曲紹介していきたいと思います。なんだろうね、音楽をすごいマニアックに掘る人とアイドルの楽曲のファンって若干断絶があるのかなって、思います。まあ語弊がないようにね言いたいんですけども、断絶あるのかなと思います、現実問題として。でアイドルのこのまあ音楽って若干特殊な世界なんですよね。まずアイドルの方って作曲をしない、作詞もしない、まあごく稀な、ね、例外はあるとしても、基本的には多くのプロフェッショナルの方、作詞家さん、作曲家さん、そしてスタジオミュージシャンの方がいて、でその中央にこのタレント性を持ったまあキュートな女性だったり男性だったりがこう楽曲をね完成させると、そういう、構図だと思います。つまり作家性がないジャンルなんですよね、多くの場合は。もちろん例外ありますよ。まあこれもあのちょっと日本の、音楽界特有のものなんですけども、アーティストと作曲家っていうのの分業がこうずっと長く、今でもなんなら結構根強く残ってるシーンなんですよね。まあ、歌謡の影響が強いと。で、まあ、逆に言ったらですよ、すごく才能のあるミュージシャンたちが、曲を書いてるってケースが結構多いんです。つまりどういうことかっていうとですね、あのまあすげえ雑なことを言うと、ポール・マッカートニーがアイドルの楽曲を書くみたいなことはまあ海外じゃ、ありえないし、なんかそういうニュアンス、そういうニュアンス、すごいね、あものすごくなんか俺これ誤解を避けたいトピックなんですけども、まあいいや、ちょっと一個例を、有名な例を出しましょう。はい、もう超売れっ子キンキキッズね、キンキキッズさん、山下達郎がガラスの少年という曲を書いてますね。こういう構図、シティポップの王様みたいにね今アメリカで言われだして、この山下達郎アイドルに、めちゃめちゃ曲書いてます。はい、もうこれだけ書いてるんですよ。アルバム1枚分以上、もう全然もうすごい量のね楽曲を提供されていると。で、やっぱよく聞いていくとね、このおしゃれなコードのこのうまい使い方とか、山下達郎本人の楽曲では使われないようなね、この甘めのね展開とか、そういうメロディーとかね出てくるわけですよ。で、これはあのおそらく日本ぐらいの現象だと思うんですよね。ガチンコでジャパニーズミュージック掘っていきたい、我々ファンとしてはですね、やっぱ山下達郎の経歴を追うってなった時に、こういうジャニーズの楽曲とかで聴く必要出てくると僕は思うんですよ。そういう角度、そういう角度の話をしたい。これね、非常にあのこの角度で見るとね面白くなってくると思う。はい、僕はあくまで情熱で話しております。で、山下達郎、例えばねガラスの少年ご自身で歌ってるバージョンとかもあるんですよ。ちょっとこれ激アツじゃないですか。そういうのあって、まあ、山下達郎は結構伝統的にジャニーズに曲を書いてますね。まあ、こんな感じでちょっと例にね、山下達郎出しましたけども、アイドル音楽のもう最強のアーティスト、そういう視点でアイドル音楽を聴くってなった時に絶対に避けて通れない方が一人います。それがもうまあアイドルの王様みたいなもんなんですけども、松田聖子。松田聖子はもうすごいです、参加してる方が。松田聖子のベスト版はもうかなりね、そういう意味で楽しめるんですよ。曲もいいし、しかもまあタレント性としての松田聖子のこの歌唱とか、このちょっとこの甘酸っぱさの表現とか、そういうのはもう第一級なんですが、非常に楽しめると思います。まずね、基本的に大部分松本隆が詞を書いてますね。ハッピーエンドの元ドラマである松本隆さん。そして松田聖子に曲を提供してる人のリスト、えげつないですよ。まずチューリップの財津和夫さん、彼がちょっとこの松田聖子とニューミュージック出身の作曲家って組み合わせの最初の方ですね。で、こっから要はなんか70年代でちょっと名を上げた、作家性の高いアーティスト性の高い作家がどんどん松田聖子に曲を提供していくようになるわけですよ。だからそれまでのアイドル像、歌謡歌手、歌謡女性歌手像とちょっと違うんですね、松田聖子って。これ結構日本の音楽史で大きいポイントだと思ってます。尋常じゃなく売れた歌手でもあるから、やっぱりね避けて通れないんです。そしてですね、なんと財津さんが一旦まあ書いて、その後ですね大滝詠一書きます。大滝詠一ですよ。ちょうどこのロングバケーションとかのその辺の時期、もう一番
大滝栄一の才能がもう花開いてるっていう時にですね、多くの名曲をね、松田聖子に書いてますね。まあ一番有名なのだと、やっぱり風立ちぬとかになってくるんですかね。この辺のもう名曲、ね、他にもですね、冬の妖精とかガラスの入り江とかね、その辺のもう名曲を書いてます。ちなみに大滝栄一って、他のこの辺の、作家さんと比べたらあんまり曲定義をしてないんですよ。だからね、まあそれだけ松田聖子が特別な存在だったという。でですね、だからもう、財津和夫が来て、で、大滝栄一が来て、もうハッピーエンドのこのね、当時の松尾隆と大滝栄一で松田聖子の曲を書いてると、そういう時期、いい曲がいっぱいあります。で、もうずーっとチャートの1位取ってる。その後ですね、なんと、クレタカルホこと、これは変名です。荒井由実、まあ、ユーミンですね。ユーミンがクレタカルホという名前で松田聖子に曲を提供する時期が来ます。で、この辺がもう、まあ、大滝さんの頃とかもそうなんだけども、まあ、いわゆるもう松田聖子黄金期みたいな感じだと思ってください。もうだから、このユーミンが書いた提供した曲、もう読み上げていくだけでものすごいです。赤いスイートピー、渚のバルコニー、小麦色のマーメイド、秘密の花園、瞳はダイヤモンド、ロッキンローグ、すごいでしょ。この辺ユーミンなんですよ。で、それをなんかこのアイドルが歌うっていう、そこまたユーミンが歌うこのニュアンスも違うんですよね。あ、この曲ユーミンが書いてるんだみたいな感じで聞くとね、非常に面白い。メロディーの動き方とかやっぱちょっとユーミンっぽさあるんですよ。でも、この詩が松本隆でみたいな、このオールスター状態、これが日本の邦楽、アイドル歌手の、俺がおすすめする面白い聴き方なんです。まぁ、ちょっとナードな感じだけど、この後、細野晴臣とか、あと、佐野元春とかもね、松田聖子の曲書きます。だから、やばいでしょ。そのメンツ。これはもうね、すごいですよ。その辺のシティポップとか、そういうの好きな人、ジャパニーズポップス好きな人は、松田聖子聴かないと僕ダメだと思いますね。うん、それぐらい日本の邦楽史の重要な1ページだと思います。松田聖子について熱く語りましたけども、まあ、80年代のアイドル二大巨頭で言うと、まあ、松田聖子と、中森明菜だったみたいですね。中森明菜の方に関しては、これもすごいですよ。ライバルには今度井上陽水が曲をつけて、飾りじゃないのよ、涙は。これ、この構図すごくないですか？松田聖子にはユーミンが曲を書いてヒットして、大滝栄一が曲を書いてヒットして、中森明菜は井上陽水が曲を書いてヒットして、その世界観なんですよ、この日本のアイドルシーン。これ、なんといかに豪華かっていうね、これをもうなんかちょっとスノーブにならないで、ちゃんと聞くべきだと思います。で、そのなんかこの若干字余りな感じのね、詩の感じとかもこの、中森明菜ね、飾りじゃないのよ、涙は。もう、その感じ、やっぱね、陽水のこのキャラクター出てるんですよね。はい、ということでね、まあ熱く語りましたけど、そんな感じでね、もう紹介しきれません、正直、そういう部分に関しては。いっぱいある、ジャニーズも、もうすごい作家さんがいっぱい今まで書いてきてます。ちょっと拾えないぐらいあります。まあ山下達郎はでも結構、その辺の入門としてはね、熱いのかなと思うんですけども、今度、木村拓哉の、ソロアルバム、ファーストソロアルバムにね、小山田圭吾が曲を書くみたいなね、すごい世界観なんですよね。その、なんかアイドルとこの作家の距離の近さっていうところで、日本はね、そこはすごい美味しい、フィールドだと思います。で、なんかそういうのをね、まあ、改めて僕がいろいろディグってた結果ですね、これはすごいですよ。めちゃめちゃ発見を私はしてしまいました。渡辺麻里奈のですね、元おにゃんこクラブ、まあ、今のバラエティタレントとしてね、活躍されている渡辺麻里奈のソロシングル、バースデーボーイというものがあって、これがなんとですね、ソロ活動開始直前の小沢健二、小沢健が詩曲を書いてるんですよ。これ、ちょっとすごくないですか？しかも、オリコンで80位とかにしかなってないんだよね。まあ、聞いてみたらわかるんですけども、アイドルソングにしてはもうドープすぎるんですよ。で、小沢健この渡辺マリナへ曲提供したの最初で最後、要はアイドルへ曲提供した最初で最後みたいで、まぁ、ちょっと自分には違うのかなと思ったのかもしれないんだけど、このなんか独特の世界観すごい面白いですよ。もうね、フリッパーズファン、お酒ファン、まぁ、渋谷系ファンならもうぜひ聴いてください。アイドルのこのキッチ
チな感じのこの歌唱と、めちゃめちゃドープな、まあ、ヘッド博士とかの時期の感じの、このお酒のセンスがこうガーンって重なったね、こう不思議な世界観。でもめっちゃいい曲だと思いますね。で、再販とかもされてるみたいで、まあ、売り上げに反して評価は高い曲みたいですね。知る人ぞ知るみたいな感じでね、そういうのもあるんですよね。こう、だから、好きなアーティストいたらちょっと提供曲をね、掘るっていう、アイドルさんへの提供曲を掘るっていうのは、一個すごい面白い J-POP の聴き方なのかなと思って、僕はちょっと提唱していきたいと思っております。はい。正直ちょっと全然俺、紹介しきれてないんですけども、すごいたくさん他にもあるんですよ。ハイスクールララバイとかね、細野晴臣が芋筋トリオに書いてるシンセポップの、まあ、名曲、そういうのも、まあ、そうだし、あと他にもですね、大滝一、キョンキョンに曲書いてたり、薬師丸ひろ子に曲書いてたりとか、あとは、吉田拓郎がキャンディーズに曲書いてたりとか、細野晴臣、ね、中森明菜に曲書いてますね。そういう、なんだろう、もうちょっと追い切れないんで、まあ、今回も例のごとくプレイリスト作ってます。ぜひちょっと聞いてみてください。すごい面白いです。大御所のアイドルはもう多分ほとんどそういったニューミュージックの作家が書いてるんじゃないのかな。そんな感じでね、ちょっとぜひ聞いてみてください。はい、それでは。君のところ